町田 A2 月17日から2018年1月30日は日本の銀行家。富士銀行常務を経て省内銀行頭取に就任。同行の経営改革を進めたほか、商銀と北斗銀行との経営統合による金融持ち株会社であるフィデアホールディングス設立を主導した。ノースアジア大学客員教授。2014年局日小受賞受賞。 両親とも教職に従事する家庭の4人兄弟の長男として、秋田県仙北郡仙夜村に生まれ、後に、秋田市に移住する。秋田県立秋田高等学校に進学し、同校では、生徒会長を務め、卒業後は、東京大学法学部に進む。在学中のクラスメートには、堤富夫元通産省事務次官、長島明元中国銀行盗ドリラがいた。 就職の際、当時は金融機関が最も早くから就職活動を受け付けており、それならば銀行を受けようと思い、三菱銀行と富士銀行のどちらが良いか先輩に相談したところ、何の経類もない、田舎者はダメだ、のアドバイスを入れ、大衆性があるとされていた富士銀に入行した。同行時代は一時体調を崩した時期もあったが、総合職、 一般職の新人次制度の立案、多項差別化を図るための商品企画、広報戦略等を手掛けたほか、従業員組合の執行委員長も歴任。さらに、全国銀行協会一般委員長も務め、富士人のエースとして活躍した。町田都道期である多項企画担当役員は、その後、全員頭取に昇格している。 これに関して町田は多くを語らないが、私はずっと裏方仕事に徹していました。と専門誌の取材において述べている。総合企画部長時代、住友銀行との融資や預金量支援をかけ、激烈な FS 戦争を展開していた富士の拡大路線修正を図ろうと根回しを始めるが、バブル崩壊が忍び寄る中の遅すぎた修正にも、かかわらず、 役員陣から猛反発を喰らう。最終的には、当時の橋田泰造取を説得し、先進のベストバンクをスローガンに掲げた量から質への経営方針の転換にこぎつける。その一方で、再編に出遅れ、劣勢を強いられていた、富士の浮上策として、合併戦略の緊急性を掲げ、書面に自身の見解をしたため役員へ提起する。さらに、 筆頭常務罪認時、営業基盤の拡充も可能である上に、新宅部門を併営する大和銀行との合併を提言する。それに対し東取も積極的に動き、会長も支持してくれたが、副東取が、先方の副東取は、大学時代のゼミの親友として、提言を引き取った。しかし合併へ向け進捗することはなくさた闇となった。その後、橋本峠取から、 商内銀行入りを打診される。その申し出を鬱屈した思いや喪失感を抱きつつも横諾した。1994年、商銀副頭取に着任する。当時の商銀はバブル崩壊による株価低迷や運用の失敗等で149億円に及ぶ福味村を抱え、大蔵省から決算承人銀行の指定を受けていた。そこで閉塞感を打破することや、 全行員に対する意識改革を促す端所とすべく、町田の主導によって、行員の約1割を富士銀本部部署へトレーニーとして派遣することが企画された。その最中には、町田が古巣の総合企画部を訪れ、80名ほどの管理職から女性に至る総員に迷惑をかけるがよろしくお願いします。と頭を下げて回った。その様子を伝え聞いた派遣行員は、 町田の経営改革にかける熱意を感じ取った。1995年、東取りに昇格する。在任時は人、物、金そして、情報の集積する山形周辺部への構成の共闘歩として、商銀山形ビルの建設、東証一部への上場をさらには、新たなリテールチャンネルとしてのインストアブランチの展開開始等、都銀で培ったノウハウをアレンジしてやつぎばに施策を、 工事、従来、殿様銀行などと、揶揄されていた主観した組織に大変革をもたらし、小粒ではあるが、個性の光る金融機関へと変貌を遂げさせた。そして、1999年の暮れには、規模の拡大を狙い、植産銀行との対等合併を発表。名称も、未来オン銀行と決定されるも、システム統合で合意が得られなかったことや、 職員内部に反対論が台頭し、2000年4月、合併は白紙還元に至った。2008年3月には、北斗銀行が緊急に増資を求めているとの一方を、水穂コーポレート銀行幹部から伝えられるや、将来の統合まで踏み切る意向を確認し、わずか1ヶ月で統合の基本合意を商品の役員会に報告するなど手腕を発揮した。2009年10月1日、 二行の経営統合によって新たに設立されたフィデアホールディングス取締役会議長と代表権の内北都銀行取締役会長に就任した。また会長就任に伴い50年ぶりに帰郷秋田市内に転居した。2012年4月、今位としている新田吉和東北公益文科大学理事長から定員割れは続き、厳しい環境下に置かれる。 同大学長への就任を要請され、受諾。大学の改革に取り組み、2014年4月、同大理事に退いた。また、同年6月には、秋高同窓会会長に就任した。2018年1月30日、入院先の千葉県柏市の病院で、水臓んで死去。79歳。の十五位。橋本は2015年3月、 鶴岡で開催された町田の叙勲祝賀会で新米頭取の私をしっかり支えてくださいました。リーダーに求められる要件をすべて備えられた真のリーダー。次の頭取候補として最有力の一人でした。と挨拶した。ありがとうございます。